どうもこんにちは、ケイです。今日サブチャンネル一発目のテーマは、ネクタイやラバリエをスタイリングに入れる際のポイントって何だと思いますか？あー、難しいね。ラバリエって皆さんわかります？シルクのスカーフなんですけど、まあ、要はサンローランから出てる、まあ、サンローランでよく出てる、こう首にかけて、ちょっとだけこう結び目、だからギュッと縛ったりしないんですよ。フラッとこう、後ろのやつを前に持ってくるぐらいの、結び目を作って、こう、首に垂らしておくっていう、なんて言うんだろうね。まあ、シルクのスカーフで合ってると思うんだけど、っていうのがあって、か、まあ、ネクタイを取り入れるときのポイント。そうだね。まあ、これ、ラバリエとかって言ってるってことは、要は、まあ、サンローランとか、そういうスタイル、まあ、シャープで、ちょっとこう、色っぽいというか、まあ、セクシーなスタイルを作り上げるときのポイントだと思うので、まあ、僕は、それが目立たないっていうことが、重要だと思う。うん、やっぱ、それが目立っていいスタイリング。まあ、例えばネクタイとかね、ちょっとこうトラッドだったりとか、まあ、ちょっとこう、イケてる親父みたいなスタイリングをした時に、まあ、正統派なこうセットアップに、もう真面目にネクタイしてしまったら、まあ、それこそ本当ただのスーツになっちゃうから、そこで遊びを入れるとかっていうことはもちろんあるけど、まあ、サンローランとかのスタイルって、ネクタイが目立つとか、そういう必要って基本的にないんですよ。だからラバリエとかも、まあ、面積としてはね、首埋めて、たらーっと垂れるので、大きいけど、まあ、それがあくまで自分のスタイリングを作り上げる一つの要素であるべきだと僕は思う。じゃあ主役って何ですかってなってくると、サンローランとかああいうスタイルって全身のシルエットだったりとか、まあ、そういうスタイルだと思うんですよね。まあ、そこが基本的に一番目立つなので、まあ、急にそこに派手なネクタイを入れるとか、まあ、ダメではないんです。スタイリング次第ですけど、急にネクタイがドカンと目立つとか、まあ、ラバリエが異様に目立ってるとか、まあ、そういうスタイリングっていうのは、まあその本来の、まあ品のあるその妖艶な雰囲気、艶っぽい雰囲気っていうのがなくなっちゃうのかなと僕は思うので、まあ控えめに、もちろん見える部分なので、それを隠したりとかってことはできないですけど、まあシャツになろうたいがあることが、まあごくごく自然で、まあそこにちょっと、まあ派手な、例えばスモーキングのこういうジャケット着てたりとか、まあ速装のパンツ履いてヒールブーツ履いて、その全体のスタイルがメインでっていうような感じにする必要があるのか。だからサンローランとかのスタイルにするときって、アクセサリーとかもごちゃごちゃ別に僕必要ないと思うんですよ。もうそれが売りなので、それが前面に出ることが、あの世界では正解だと僕は思うので、あんまりごちゃごちゃピアスもして、ブレスレットもして、ぐちゃぐちゃやってとかっていうことよりかは、まあネクタイとかも全部そうですけど、あくまでその辺は控えめであって、スタイルを形成する一つの要素であり、メインはこれですっていうような感じのバランスがいいのかなと僕はなんとなくですが、思いますね。はい。次。ディオールとグランツーリスモのコラボについてどう思いますか？おー。グランツーリスモって皆さん知ってる？まあ、知ってるか。グランツーリスモはあの車のゲームです。プレイステーション、今度5かな？から出る。出てるのかな？で、8月25日だかに、そのディオールとの、まあ、コラボアイテム、ゲーム内コラボアイテムが、そのゲーム内の、まあ、こうなんかこう、ショップで買えるっていうのがあるんですけど、マスタングでしたっけ？あの有名な車。あれを、こう、ディオール仕様にしたものとか、なんか、わかんない、洋服とか、レーシング、なんて言うんだろう、スーツっていうのかな、あのとかもなんか出るらしいんですけど、まあコラボしたということでちょっと話題になってましたが、どう思うか、まあいいんじゃないって感じ。そんなに、すげえいいな、よし、最高ってのもならないし、いやいや、ディオールおかしいだろってもならない。まあ、いいんじゃない？余計な変なブランドとコラボするより、ゲームとコラボしてる方がなんか、平和かなっていう、感じ。ただまあ切り口としては、まあバレンシアガがね、フォートナイトとやったりとか、まあいう今スキンっていうのがね、ゲーム内スキンっていうのがすごく、うん、まあ配信とかそういうことをやってたりする人たちもすごい多いから、人口的に。まあスキンがすごくこう重要になってきてるんですね。各々の個性を出したりとか、またそういうのに課金してるっていうので、まあちょっとこう、普段の生活でラグジュアリーブランドを着てるように、ゲーム内スキンでディオールを着てる。そこにまあ、要はある程度の値段を出してるっていうことになるので、まあ、そんなディオールみたいな値段ではないと思うんですけど、ゲーム内なのでね。たかが多分数千円とか、多分高くても1万円とか、多分そんなレベルだと思うんですけど、まあそういうのを身につけてるので、ちょっとステータスになったりとか、まあそういう今、人間のリアルな世界と同じような現象がゲーム内でもあったりする。だって、グランツーリスモ例えばやっててさ、なんとなくやろうって、別に普通にもやれるわけじゃん。じゃ全国対戦オンラインでやろうってなった時に、急にさ、隣にさ、ディオールの柄のマスタング出てきたら、こいつやべえってなるじゃん。なんかわかります？フォートナイトやっててもさ、バレンシアガのなんかスキン全身でやってるやついたら、うわ、こいつやべえってちょっとなるじゃん。なんかこう、現実世界でも起きてたことが、なんかこう、ゲームの世界でも起きてるので、まあそういう中で、まあああいうブランドが進出してくるのは、まあ当たり前だし、
まあ、僕はまあまあいいんじゃないとは、まあブランドイメージとかの別に悪いことにもならないし、むしろ幅が広がったりとか、まあもともとね、あのディオールはバイクをコラボして作ってたりとか、まあいろいろそういうレーシングアイテムとかもやってたり、まあスポーツジムとやったりとかね、結構そういうスポーツとかと関わりが割と深いので、もうこういうことをやるっていうのはいいんじゃないかな。まあディオールがやったら次は今度ビトンがやったりとか、まあフェンディがやったりとか、LVMH はそういうのにも参入していくのかなというふうに思います。はい。あの変なブランドとコラボするよりよっぽどマシかなと思います。はい。次。プラダの新ラバーソール、12AW のラバーソールにはかなわない説。まあね。まあでもこれ僕が言うのも変ですけど、まあ 12AW のラバーソールをとことん履いたやつしか、それってわからない気もするんだよね。そんなことないからどうなんだろう。ちょっとこれ難しいけど表現。ちょっと嫌味っぽくなっちゃったら、すごい申し訳ないんですけど。まあ、要は、12AW を、良さを知ってて、実際に履いて、まあ、見てて、良さを知ってて、その上での比較で、今回のラバーソールは僕は正直、そんなにいいとは思えなかったのね。うん。まあ、比較をしてるからこそ。で、まあ、僕は結局、黒黒とか、多分僕の視聴者多分ね、10人ぐらい買ってるんじゃないかな。おそらく。あの、報告とかいろいろ受けてるんですけど、まあすごい嬉しいことなんですけど、まあその方たちが買った黒黒って、まあ僕ラバーソールでもまず、まあラバーじゃないんだけど、ナイトのやつで黒黒を持ってるから、まあ別に買わなくていいなと判断して買わなかったのね。別に今回はダメだとかっていうことは別に思わないんだけど、比較をしてしまうと、まあ僕は持ってたし、まあ前のデザインのが好きだからっていうのはあるんだけど、まあ正直、まあ例えばここ2、3年で服好きになった若い人とか、まあそういう人もいっぱい買ってると思うんだけど、まあ、当時をね、まあ、僕が動画で言ってるから、ある程度の知識っていうのはあるかもしれないけど、まあ、要はあんまり知らないわけじゃないですか。多分、メルカリとか、まあ、そういうところでなんとなく見かけたことしかなくって、多分履いたこともないってなってくると、まあ、今その現行のものと比べて、あっちの方がかっこいいなっていうのは、まあ、なんだろうな、わからなくはないけど、まあ、自分のその歴史の、ファッションの歴史の中で、まあ、まだ 12AW のラバーソールってものが、まだ存在してないのであれば、まあ今のラバーソールっていうのをよく感じるっていうのも、もう全然僕はいいのかなと思う。だから、叶わないと思う人もいるとは思うし、まあ実際に僕が、まあそういうことを、まあ叶わないというか、まあ前の方が良かったなーなんていうのは僕の中ではね、思ったがそういう発言をしたから、まあ、僕の視聴者にはそういうふうに届いてしまってるのかもしれないですけど、あの靴単体だったら僕正直買ってるからね。12AW がなくて、今回じゃあラバーソール出ましたってなったら正直買ってるから、まあ、靴としてはそれくらい魅力的だし、正直めちゃくちゃかっこいいと思うしね。そう、ただ僕は持ってるからっていう理由で避けましたけど、っていうだけなので、叶う叶わないっていうのはちょっとまた違うんかなとかは思う。どう？ちょっと嫌味っぽくなっちゃったかな。だったらすごい申し訳ないんですけど、なんかそんな感じ、イメージわかります？イメージで伝わってくれ。はい。次。Kさんはこれだけはやめられない癖ってありますか？自覚あるやつ。あ、これ真面目に答えるやつかな。真面目に答えるやつかわからない。けど、まあ、動画にしよう。動画だと、僕、とにかくね、まあ、日常生活もそうなんですけど、手を使うんですよ。うん、手を使って、こうだよね。こうだよねってやっちゃうんだよね。よく、僕は。常に、友達でも。仲のいい、例えば、有名なスタイリストの人とかと、目上の人とかと喋っても、いや、こうっすよね、みたいな。こうだよね、みたいなのを、すげえやっちゃうので、動画では、これが楽。うん。すごいこう、威張ってるっていうのかな、というか、こう、ちょっとこう、なんていうの、偉そうに見えちゃうかもしれないんだよ、これってね。わかる？この、わかってんだけど、そんなのは。でも、落ち着くんだよね。だからこうやってられないのよ、僕。まあ、こうやっても喋ってられるんだけど、なんか つまんないでしょ？まあ、うん、だから、そう、例えばやりますよ。まあ、そうだよね。だから、こういう歴史があって、今回こういうのになってるから、今回こういうインスピレーション面白いですよね、みたいな。だから、このタッチがって言っても、なんかわかんないじゃん。やっぱこうなってくるでしょ。これが面白くて。だからここがさって、ここがみたいになってくるじゃん。で、僕、これでも抑えてるの。本当に。僕、もうね、これがもうとにかく出てしまう。だから、動画で落ち着くためには、これが一番。はい。っていうのが癖かな。手の動き。はい。とにかく手を動かして喋ってしまう。まあ、顔が出てればね、まあ今もやってるけど、顔が出てれば、ちょっとこう、笑ったり、とかさ、そういう表情でできるけど、できないから、まあそれを伝えるためには、いやちょっとさ、これ微妙だよね、って言ったら、これの方が伝わるでしょ？どう？伝わるよね。
ちょっと微妙だよねって言ったらなんかちょっと気だるそうだけど、いや、ちょっと微妙だよねってなったら、ちょっと怒ってるっぽいじゃん、これって。とか、まあ、例えば、ここがいいよねってなるより、いや、ここがマジでいいですよねってなったらなんか本当良さそうじゃん。なんかそういうので、手が出てしまう、癖が。とにかく、偉い人とかと本当喋ってても、いや、もうマジわかりますよ。それそれすっげえわかるわ、みたいなのとかやってるし。今のこういうのに対してとか、友達と喋ってても、いや、例えば販売員でさ、よく販売員の将来を考えた時に、いや、俺ここまで今登ったけど、まあ、こっから先もっと登るとさ、ここで絶対壁が出てくるよねって。年齢的にもパワーが衰えたり、例えば結婚とか、まあ、そういう、例えば子供ができたら子供とか、まあ、そういうその他のパワー作るから、俺らってこの壁越えられないってなると、まあ、年収ってここまでしかいけない。じゃあ横ってどうやって展開していくのみたいな。こういうことばっかりしたから、癖。それ。はい。次、セカンドスキンとしてゾゾスーツはありだと思いますか？ああ、ゾゾスーツってもじもじくんみたいなやつでしょ？全身黒の。もじもじくんってちょっと古いのかな？なんか昔あったよね。もじもじくんってやつ。全身黒のタイツでさ。なんか、あーとかやって、こんなことやってるやつあったよね。なしっても言えないけど、ありでも、なんか難しい。この質問難しいね。なしにしよっか。だって、あれってさ、ファッションアイテムじゃないよね。要は、全身測定するやつでしょ？それを着て、ドットついてるやつでしょ？で、僕も一回、頼みましたけどね、あれって。もう今多分ゴミになったと思うんですけど、全身着てさ、測るやつだよね。こういうとことか、バストとか、脅威とかさ。ファッションアイテムではないし、多分、そんな薄さじゃないよね。なんかセカンドスキンってもっとこう、レーシーというか、ほんとペラッペラなのが多分いいと思うのね。本当にこう、皮膚のように、皮膚って軽いか分かんないけど、軽く、こうなんか馴染むのがいいと思うから、あれって要は、全身タイツみたいなもんでしょ、ピタッっていう。あれは、セカンドスキンでは、ないんじゃない？今、ゾゾスーツってもっともう改良されてるのが、ちょっと最近、僕ね、ゾゾタウンで買い物したことが、多分そのゾゾスーツぐらいしかないんですよ。ほんと僕、一回も、本当に、ちゃんと開いたことないかなぐらい、ゾゾタウンを使ったことがないんで、最近のゾゾスーツっていうのがわかんないですけど、一回その話題になった時にドットのやつは頼んだんですよ。あれは無理でした。だって結構バチッとしましたよ。ウェットスーツみたいな。あれはちょっと無理じゃないかな。ごめん、無理って言って。無理はないんだけど、99% 難しいと思う。はい。次、自分の後輩が服に興味を持ち始めたのですが、先天性の色盲です。お店の方に頼る以外でどうスタイリングを磨いていけばいいでしょうか。お、ちょっとね、これ動画撮りながらなんだけど、ちょっと調べていい？ちょっと僕、色盲っていうのをさ、ちょっと知らない知識では語れないよね。ちょっと待ってね。色盲は、色盲、色覚、あ、色盲っていう言葉は最近使われなくなってます。色覚異常というそうです。はい。ちょっとね、いろいろ、まあこれね、僕もちょっとこの調べたサイトが正確かわからないんですけど、色覚異常というのは、青、緑、青、間違った。赤、緑、青の3色を感じる能力があって、その刺激の強さにより、いろいろな色を認識できる。で、緑や赤を識別することができない病気。なるほどね。で、第二色覚異常、第一、第三など、まあ、いろいろある。だから、この方がちょっとどれかは、友達がね、わからないですけど、要は、まあ、本当に簡単にこれ言っていいかわからないけど、まあ、いわゆるみんなが見てる赤として捉えられない。みんなが見てる黒として捉えることが難しい。多分そういうことですよね。色に対して、そのなんか、例えばブランドからこれはレッドですって言って出ても、その方にとっては違う色に見えていたりするっていうのが、まあ、こう、色覚異常っていうことでいいのか、ちょっと本当失礼があったらすごい申し訳ないんですけど、ということは、まあ、いわゆる目ではそういうのを捉えるのが難しいと、色をね。で、どうスタイリングをしていけばいいか。そうだな。でもさ、要はね、まあこれちょっとすごいセンシティブなので、ちょっと僕も発言難しいんですけど、そういう方のさ、まあ、いわゆるみんなが見てるものとは違うものが見えてるわけでしょ？それってさ、個性というか、すごいいいポイントじゃない？なんか僕はそれで組んだスタイリングに逆に興味があるというか、まあ、わかんない。これがすごい、いろんなレベルがあるから、どこまでなのかわからないですけど、
まあ僕らが見ているような色の世界ではないところにいて、でもまあ別に日常生活が普通にできて、服もね、ディテール自体は見えてるわけだから、そうなってくると、僕らは黒に対してこういう色がいいなとかっていう感覚で見てるけど、多分それが違うわけでしょ。それって、ね、なんか新しい世界というか新しい発見がたくさんありそうだから、もうそこはまず僕はすごくいいと思うのね。だってその方の見ている色で服を着た方が楽しいでしょ。だってお店の方がさ、いや、これはもっと明るい赤なんで、黒と合わせるとこうですとかっていう成果を押し付けられてもなんかつまんないような気もするから、服に興味を持ってるってことは、なんかある意味自由に服を選ばせた方が僕はいいのかなとは思うかな。なんか最初はね、イメージとしては、例えば素材とか、もうほんとパッと見のディテールとか、そういうところにこだわっていくっていうやり方もあるから、色じゃなくてディテールとか素材にとことんこだわっていく。だから素材の色がわからないんであれば、素材の違いで、例えばちょっとパリッとした素材に柔らかい素材をぶつけるとか、レザーに対してちょっと光沢ならダイロンで光沢感だけ拾ってみるとか、まあそういうことって色々できると思うんで、そっちに振ってみるのもいいけど、なんか聞いた感じというかね、この質問の文章でしかないけど、その独特な感覚っていうのは、なんか僕活かした方が面白いんじゃないかなと、僕は思うけどね。結構僕はそういうデザインとかアートとかが好きで、そういう世界にもずっといたので、いるんですよ、そういう方ってね。ちょっと独特な感覚を持ってる方たち。やっぱ作品すごい魅力的なの。いや、ここでこの色使うか、みたいな感覚がすごい魅力的なので、それはそれでいいんじゃないかな、って思う。うん。まあ、あとは友達がね、見てて、友達の感覚で、ちょっとこういうのいいんじゃないのとか、まあなんかそんな感じでいいんじゃない？なんか、スタイリングに対して、まあスタイリングに対して磨くっていうのはみんな同じだと思うので、別に丈にこだわるとか、まあ革靴のボリュームだとかサイズ感だってことは、要は別に普通のね、一般の、まあ要は誰とも変わらない、他の人とも変わらない感覚は持ってると思うんだよ。そこはこだわっていくのは変わらず、色に関してはその人の自由にやらせた方が僕はなんか面白いのかなとは、思いましたがどうでしょうか。はい。ちょっとこういうね、なんていうのかな、難しいので僕も答えるのがね、ちょっと失礼な表現があったらすごい申し訳ないんですけど、まあ赤とか緑が、こう、ちょっと正確に捉えられないということなんで、どう見えてんだろうね。そう、すごい逆にそれが興味があるというか、絵とか描いたりしてもらったらすごい面白そうだなと、なんとなく僕は個人的に興味を持ってしまいましたが、うん、かな。だからスタイリングにこだわるのは、まあ僕が普段言ってるように丈にこだわれとか、サイズ感がとか言ってますけど、それはまあ全員やってるんで、そこはこだわりつつ、色はもうその方のセンスに任せるというのがいいのかななんて思いました。はい。じゃあ今日はこんなところにしようかな。はい。8分ぐらい喋ったかな。はい。じゃあそんな感じで、以上にします。ちょっと僕は今お昼、8月2日火曜日の11時42分で、R が、整体に行ってると。何をやってるんでしょうかね。本当に。僕の方ですよ。整体に行きたいのは。こんなに座って、ちょっと猫背にもなって、ちょっと胸張んねえとなとか思いながらちょっと行きたいんですけど、なんだかリフレッシュしに行ってますので、はい。迎えに行きつつ、はい、二人でランチしようかなというところです。はい。で、そして午後からはサブ取ります。間違ったメイン取ります。はい。午後からはメインを取る予定です。じゃあ、皆さんも良い、一日を、はい、良い睡眠を、はい、仕事頑張ってください。いろんなタイミングで見てると思いますのでね。で、お風呂で見てる人がいっぱいいると、シャワー浴びながら見てますという方がいたので、はい、きちんと綺麗に体を洗ってください。はい、じゃあ以上にします。バイバイ。バイバイ。